火災の被害に遭った絵画の復元前後事故による美術品の損壊は様々な事故によって芸術作品が損害を受けたり破壊されたりすることである。目立った損壊事故の多くは公開展示や輸送の間に発生する。ドイツのルネサンス期を代表する画家マテアス・グリューネ・バルトによって描かれた数多くの作品は30年戦争でスウェーデン人により奪われたが、 それらの戦利品を運んでいた船がバルト海で帝国軍に撃沈させられ、失われた。1998年9月2日、カナダのバスコシア州のハリファックス付近でスイス航空111便墜落事故が発生し、229人が死亡した。パブロ・ピカソの1963年の作品、絵描きはこの便の貨物の一部であり、この事故で失われた。 2006年10月、有力経営者のスティーブ・ウィンが1932年にピカソが描いた作品、夢の売却を認めた。この作品は、ウィンの芸術コレクションの要であり、ウィンが経営するラスベガスのカジノで展示されていた。予定売却価格の1億3900万ドルは、絵画の販売において当時の最高額であった。ところが、価格取引の翌日、 絵画をリポーターに見せていたところ、ウィンが誤って絵に肘をついてしまい、目立つ穴を開けてしまった。9万ドルをかけて修理したが、絵画の見積もり価格は8500万ドルになった。これに対しウィンが、ロイズオブ、ロンドン保険組合を通して、価格の差に抗議し、2007年3月に時短が成立した。2013年3月、ウィンは修復後の絵画を元の購入者、 スティーブン A 公演に1億5500万ドルで売却した。なお、絵画の価値は物価上昇を加味した事故前の価格と比べて約500万ドル下落した。2006年、ケンブリッジのフィッツ・ウィリアム美術館を訪れていた男性が緩んだ靴紐を踏んで転倒し、中国の清王朝の花瓶3点を割ってしまった。男性に怪我はなく、弁償もせずに済んだが、 この美術館を出入禁止になった。その花瓶は特に価値のある展示品の一つであり、美術館が何とか修復した。保護ケースに入れられた上で、再び展示されている。2010年1月22日、ニューヨークのメトロポリタン美術館を訪れていた女性が誤って転倒し、1904年にパブロピカソが描いた作品、役者に倒れかかった。 これにより 196cm115cm の絵画の右下が約 15cm にわたって裂けてしまった。この絵画はピカソの主要な作品の一つとされており、価格は1億3000万ドルと言われている。損害は3ヶ月の作業を経て2010年4月に修復された。修復作業では6週間にわたり絵画を平らに寝かせて、 まず落下によってかかった力を相殺するために小さな絹製サンドバッグの重りが乗せられた。その後、キャンバスの裏に二軸円ンポリエステルを当てて表面を慎重に修正した。二軸円ンポリエステルが選ばれた理由は透明度の高さにあった。キャンバスの裏には第二の絵が存在するためそれが隠れないよう考慮したのである。事故後、絵画には アクリル樹脂で覆いがされている。現代美術家のトレイシー・エミンの作品は、複数が不慮の事故で損害を受けている。自画像、ニューヨークは、スコットランド国立近代美術館での展示中、鑑賞者の服がワイヤーに引っかかり、約2000ドル相当の損害を受けた。同じギャラリーでは、別の来館者が後ずさりして、エミンの作品フィーリング・プレグナント3に接触してしまった。 私のオジコリンは、スコットランド国立美術館のスタッフが誤って、破損してしまったが、後に修理された。2004年5月には、倉庫で火災が発生し、刺繍したテントの作品、私が今までに一緒に寝たすべての人196395を含む複数の作品が損害を受けた。2015年、12歳の男の子が、台北市の火山1914分層園区で、 開かれた展覧会を訪れ、つまずいた表紙に、パオロポルポラの作品、花に穴を開けてしまった。絵画の価格は150万ドルだった。男の子と、その保護者はいずれも罪に問われたり、修復費用を請求されることはなく、保険によってカバーされた。2000年、ロンドンにあるサザビーズのオークションハウスで働く荷物の運搬人が、粉砕機を使って、 約15万7千ドルの価値があるルシアン・フロイドの絵画が入っていた箱を粉砕してしまった。運搬人は箱が空だと誤認しており、不注意による結果であることが明らかになった。2004年、テイトブリテンの従業員が作品の隣にあったビニール製のゴミ袋をただのゴミと間違えて処分した。その袋はグスタフ・メッツガーが製作した。 初公開の自動破壊芸術の再現の作品の一部であった。このように現代美術では場に相入れないと考えられて美術館のスタッフにより作品の一部や全部が誤って破損、破棄されてしまうケースが特に多い。2012年、グレンベックの部下がオーソンウェルズが1940年に絵付けとサインをした金魚鉢をこすって洗い落としてしまった。 蜂はその日にオークションで入手され、鍵のかかったベックの職場の机に放置されていた。2014年、イタリアの都市バーリの家政婦がフリッププロジェクトスペースで企画された美術展において展示されていた芸術作品のいくつかを捨ててしまった。1654年、デリフトの火薬庫爆発事故では、オランダ人の画家、カレル・ファブリティウスの工房が巻き込まれた。 ほとんどの作品が失われ、自身も、この爆発によって死亡した。1734年12月24日、マドリードのアルカサルで発生した火災では、王室礼拝堂の音楽コレクションをはじめとして、400点以上の絵画や大量の彫刻作品、何千枚もの書類が損害を受けた。被害を受けた絵画には、ルカジョルダーのエルグレコ、ジュリオ・チェーザレ・プロカッチーニ、 ホセデリベーラ、ピーテル・パウル・ルーウェンス、フランス・スナイデルス、マッシモ・スタンツ・ヨーネ、ティントレット、ティツィアーノ、ベラスケス、パオロ・ベロネーゼの作品が含まれる。1992年のウィンザー城火災では、絵画・軍隊を視察する、ジョージ・サンセイとプリンス・オブ・ウェールズを含む、数点の美術品が損害を受けた。2004年5月、ロンドン東部で起きた、モマート車窓火災では、 中小派の画家パトリック・ヘロンの作品50点以上をはじめ、その他19人の画家の作品が損害を受けた。この時に前述したトレイシー・エミンの作品も損傷した。ありがとうございます。